はい、どうも、サンジョンチ TV です。今回もウィニングレブンアプリ2019やっていきましょう。ということで、今回はですね、監督紹介なんですけれども、今回紹介する監督は、ウィニングレブン2018で、最強監督と言われてた、シメオネですね。まあ、本当に、ウィニングレブンアプリ2018だと、このシメオネがね、結構使ってる人多かったと思うんですけど、圧倒的ナンバーワン視聴率でしたよ。19位はね、実はそんなに見ないんですよ。そんな見ないバルブエナっていう名前になっちゃったんですけど、クリストバルブエナ、シメオネ。実はですね、この監督、ウィニングイレブンアプリ2019でもですね、はい、使ってるんですが、はい、鬼ほど強いです。いや、鬼ほど強いから、まあ、多分ね、今の段階だと結構マジで強い。マジで強い。って思ってます。最強格だと思う。うん、なんだかんだ言ってシメオネやな。で、結局多分、あの守備がね、はい、あのちょっと難しくなって、たんで、うん、この部分でやっぱシメオネの硬さを使ってみると異常に感じるっていうのと、はい、うん、まあ、あと攻撃の部分も攻撃もいいんだよね。結構ねカウンターがいい感じで刺さるんで、あのなんかね本当に守備困ってる人とか、うん、ちょっと一回使ってみるのは、ガチでありだと思います。うん、あの要は変わった変更点としては2018から19で、あの両サイドが ね、 そうだね、要はなんつうの、上にちょっと近くなくなったというか、フラットになったんですね、中盤が。なんで、あの、サイドバックと中盤の、うん、あの、左と右のミッドフィルダーの位置が非常に近いんですよ。近いですね。で、ここを利用して、ワンツーとか、裏抜けとかをすると、非常に強い。ですね。ね、やっぱね、スリートップ、まあ、この対戦相手の方とかもそうですけど、うん、まあ、スリートップとか、まあ、ツートップとか、はい、あると思うんですけども、特にスリートップなんて、やっぱ攻撃力が結構ある監督なんで、そうそうそう、まあ、そういう人にやられちゃうっていう人は、うん、結構この締めをね、あの本当ハマるんで、いや、いいと思うね。うん、かなり、あのサブアカでこれ、なんつうの、ロナウジーニアカなんですけど、相当あのやっぱシミオネしっくりくるなっていうのが一番ありますね。うん、攻撃もね簡単なんですよね、非常に。こうやってサイドから流してサラが走ってくるんですよ。うん、あとこう使う。で、ね、この3トップの場合はやっぱ相手が3トップの場合だと結構相手守備緩いんで、間違いなく。で、そうすると結構噛み合いが、あのカウンターの通りもまた良くて、スリートップは結構シメオネ相性いいね。そうだね、スリートップ来たらいけるかな。今回結構スリートップ使ってる人もいると思うんですけど、うん、スリートップは多分ね結構こういうシメオネとかに刈り取られちゃうと思いますね。うん、特にこの守備の硬さ、うん、だってこれ開いてるわけで、うん、要はシメオネってやっぱりコンパクトネスが高いから、すごい中にギュッとしてるから、結局その中で人が多いんで、まあ、そこで取れるっていうのも多いしね。うん、さあ、ここミニコミサビッチが入ってきて、さあ、メッシ来ました。はい、素晴らしい。まあ、あれミニコミサビッチが、まあ、CMF で指名には OMF を置けないんだけど、うん、2列目飛び出しがあるから高い位置取るんだよね。ちなみにあの指名根のボランチは絶対ボックス2ボックスがいいですね。まあ、2列目とか、ね、2列目からの飛び足とボックス2ボックス、この前にちょっと行ってくれないと、さすがに攻撃参加ちょっと混じってくれないんで、ハードプレスとかなかなかちょっと厳しいかなって。ダブルタッチをメッシはかましてきますな。メッシ最強だからね、メッシ。おえ、さすがにちょっと強引だったね。ダブルタッチで調子乗りましたね。守備ですね。そう、ルカク、ルカクね、このフィジカルがやっぱよりね、19なんてなんかね、なんつうの、もうなんか増してきたというか、すごいなんか取れねえなみたいな強いよ、ね、感じがあるんで、パスコース切っちゃって2枚目で足元を取るみたいな感覚なのかな。そうそうそう。サラサラ、いや、はい、ここ、まあ1個前の動画でもね、うん、あの言いましたけど、もう本当にえぐいっすね。えぐいんで、まっすぐ走って振り返れば、うん、そこに根下が待ってる。あ、えぐいよね、あれ入っちゃうんだもんね。まっすぐ走って体開きゃそこに根下のルートがもうあるからね。いや、あー、これはただね、これが結構ね、気になったの、うん、もうサイドから、こう、トップがこう流れてきて、サッと出されると、これ多分スリートップの強みっすね。そう、これがね、多分スリートップの場合の、こう、点の取り方というか、うん、これがちょっと嫌だなと思ったね。要は、単純にサイドでからすぐトップに流れてきた選手を使うっていうのが、うん、あれはね、まあ、悪い守備じゃなかったと思うんですけど、ただまあちょっと入りが良かったね、相手の選手の、ね、まあそう、しょうがないかなっていうところで、まあ、しょうがない点はあるからね。さすがにね、まあ、あれは毎回起きるわけじゃないと思うんで、まあ、我慢しないと。そうそうそう。ただまあ、まあ、この3枚の監督、まあ、トップの場合だとやっぱ守備はね、どうしても、うんうん、どう考えてもやっぱりちょっと緩くなって、中がね、やっぱね、緩いのは厳しいんですよね、これ。さあ、イスマイサール、うん、中折り返して打てない。ここから守備もはめてくるんですよね、結構締めの場合は、うん、よいしょっと。そうで、この張ってる選手にボールが繋がらなかった時の絶望感です。そう、さあ、ここモドリッチ、モドリッチが一回溜めてサイドですね、はい、左に出して、
で、ミダル、サラ、真ん中マリムリングプス入れて、キックフェイント入れて、ここ落として、ワンツー、ポッチミリンコビッチサビッチ上がってくるんですよ。まあいいポジションだから、締め上げにはめちゃめちゃ合うと思います。でかいし、あと走ってくるし、決定力も確か80ぐらいかな。80ね、こいつだと思う。うん、そんぐらいなんでね、普通に結構決めてもくれるしっていうところで、硬いんで、まあ、あとは、このなんか多分近くなって、サイドバックとミッドフィルダーが近くなったのは嫌だっていう人もいるかもしれないですけど、はいはいはい、マルセロとかが使えるようになったっていうか、要はあのサイドバックの上がりを、その、ちょっと期待して、あの、左のハーフで溜めて、マルセロ上がらせたりすると、すごいいい攻撃になるんで、そういうのはね、逆になんか面白さが出てきたんじゃないかなっていうことでね。シミオネはね、3CB には今してないんですけど、まあ、サイド上がらせてもいいかも。しても、まあ、そうですね。まあ、応援の。これすごかったなぁ。無双してたなぁ。ある程度あそこはしょうがないっていうのはありますね。もう、あそこで打たれて入っちゃったら。まあ、無理だなぁ。なかなか難しい。入れ返していくしかない。そうだね。だから攻撃でね。このミリンコビッチサビッチが上がってますね。ペナの中まで。さあ。で、ロナウド。打ってく、はい、さあまだもう一回攻撃いきますね。サネそこ溜めて、ミリンコビッチ、サビッチ、ロナウド流して、メッシ、いやー決めてほしい。ダイレでもよかったかも。だからダイレコンか、だからあれコントロールカーブ、うん、コンカのあれ入れてるんだけどね、振り抜いちゃったね。ちょっとあそこメッシの決定量は光らなかった。そうだ、ちょっとあれでしたけど、まあ、ただもう一回ね、こっちに流れてますね、ボールが。これどれだけいい攻撃できるか勝負みたいなところあるんでね。サラサラサラ、ちょっと時間作って、はい、これですよね。もう自分で体をねくるくるして、でも今回、まあこれ根幹なのかな、今の根幹入力入っちゃったと思うんですけど、うん、ストレートになったかな、シュートは。ただやっぱもうあの子で決めちゃうからね、サラが、うん、サネはねちょっと若干この中盤のね、この近さね、選手の近さ、これが多分相手に圧がねかかるんで、そうそうやっぱうまくいかないというか。まあそうだね。まあ、あの上のはね、もうちょっと目つぶしかない。あれしょうがないね。うん、はい、ダブルダッチ、ダブルダッチから。いいよいしょ。いやーすごい。これはすごいね。うん、ダブルダッチしかるね、メッシ。まあね、一番やっぱり OMF においてしっくりくる男、ナンバーワン現時点。今回 ST で使ってるんで。まああのシミオネだと OMF 置けないんで、あれなんですけど。ネイマールというかメッシは OMF すごいよね。ここの守備もまあ普通にワンツー狙われてましたけど、うん、普通に対処できますね。うん、まあそうだね。さあメッシダブルタッチ入れて、こっちさあロナウド、これ打っちゃう、はい、あーまあどうなんの、ニアでしょ、どうなの、まあファーでいいんじゃないかな。まあズドンがね、結構あれ2018だとさ、うん、入ったりするじゃん。まあそうだね、なしになったね、ちょっとそこら辺のね。まあ止めたり止めなかったり、やっぱキーパー頑張れるようにちょっとなったから、ね、さあここモドリッチ奪ってカウンターなんで、シメオネは、うん、カウンターも刺さるよと。さあサラ上がってって、サラまだ行く、まだ行く。さあミリンコビッチ、サビッチ、ヒール、ロナウド、ミリンコビッチ、サビッチ、素晴らしい。あのなんか典型的に横振りに結構厳しそうな感じがしますね。そう結構キーパーがなんかすごい近づいてくるというか、うん、そうだね、なんか絞ってくるんで、そうだね、横にねパス揺らすだけでね結構入っちゃうんですよね。あのなんかロナウドの場面は多分キーパーがずれてないんでやってくれちゃうと思うんですけど、ね、あでも横にずらすとそのままファーズゾーンでいく。あーモドリッチこれいいシーンだな。モドリッチもミリンコビッチ、サビッチもお互い上がるんでね。うん、さあここ相手の方バリオス、ベルナレスキー、うん、おっと、なんか取った。ああ、ね、まずい、怖い。びっくりしちゃった。あ、びっくりした。ね、消費が激しいのよ。消費が激しいが、こういうこと起きますよ。怖いんだよ、消費が激しくて。一試合めちゃめちゃ取っていくじゃん。そうだね。さあロナウド、またサイド貯めて、サール。来るよ。サール、運んで、メッシー。ズダン。まあ、そうですね。攻撃はね、本当カウンター刺さるんで。まあ攻撃もね、まあ、守備がもちろん硬いけど、攻撃もやりやすいんだよね。だってもともと多分結構攻撃もしかしたらできるっていう人多いと思うんですよ、ね、ウィニングレバープ2019。守備がちょっと難しいなっていう人には、そう結構本当におすすめかな。これね、これ通っちゃうのっていう、うん、結構当たるかなと思ったんですけど、まあしゃあないね。あれは、うん、あれはまあしゃあないかな、うん、まあもうね、目つぶるしかないな、
このグランドアクロスは、まあ、結構割り切りが大切なゲームなのかなっていうね、イライラしそこでするとちょっと飲まれちゃうんで、まあしょうがねえみたいな。さあ、ここね、あれどうしてサール、うん、ちょっと決定力が山っぽんかなんじゃないか。いやー、まあ、サールは別に今回しても意味ねえか。そう、さあ、ここですね、ショートコーナー使ってベジュリン、うん、さあメッシ、メッシダブルタッチ入れてくる、ダブルタッチ入れてくる、流して、サラ、サール、あれやっと曲がってる、もう一発腰入れる、うん、なかなか硬いですね。まあこうやって入んなかったら入ったりするんで、まあどれだけいい攻撃を どっちかというとできるか、うん、いやまあね、そういうなんか勝負みたいな感じになってるね。さあ、おーっと、サール、おーっと、ここでタリスカボンバー、いや外すんかい、なぜ決めないの。交代から入れたやつちょっと決めてほしいですけどね。タリスカ80なんだよ、決定力、うん、はい、まあ、シュートね。でも1本しか、3本かな、3本かな、そう、で、こっちは11本。だからまあ3本は、まあ、決めれると思うけど。でもまあ、これだけやっぱりシャットダウンできてるってことですから、うん、それだけ奪って、こっちのボールにして攻められたっていうことだと思うんでね。はい、非常にやっぱ守りはね、何点か取られちゃうのは、もうどんな監督でもしょうがないんですけど、うん、はい、やっぱりそのカウンターの強さがあるんで、そうだね、あのなるべく相手の攻撃は潰してくれますし、うん、本当攻撃はちょっと大丈夫なんだけど守備がどうしてもっていう人はおすすめだね。そうですね、まあ、シミをね本当使ってみた、うん、19でもね多分ね、いやおそらく強いよこれは。これまだねいろんな強者の人と行ってみないと分からないと思うんですけど、おそらくいや結構強いと思うねこれは、超上位なんじゃないかなっていうのは思うんで、うん、あのコストも高いですし、そうだね650あるしね、うん、あの普通にチームパワーっていうかスピリット、はい、上げてもいいのかなといった感じを思いますね、うん、はい、行ってみましょう、さらボー。